Google タグ、CMD、プッシュ、ファンクション、Google タグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、U、24日本一、3U、24メキシコ東京五輪、3位決定戦、東京五輪、東京オリンピック男子サッカー3位決定戦の U、24日本代表対、U、24メキシコ代表戦が6日に行われ、日本は1、3で敗れる結果に終わった。森保はじめ監督が試合と今大会を振り返ってコメントしてる。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこで簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、53年ぶりの5メダル獲得を目指して、最後の戦いに臨んだ、ホンダが、序盤から失点を重ねて苦しい展開に、3、ビハインドから三笘薫が1点を返したがそれ上の反撃はならず、メキシコが銅メダルを得、日本は4位で大会を終えることになった。選手、地は本当にこのオリンピックに向けて育成、大のところからずっと頑張ってきてくれて、金のところでも毎日いい準備をしてくれて、の良さを出しながら、チームとして戦っていいということでみんな頑張ってくれていた。で、監督として、選手たちの頑張りを結果にケツつけてあげられなかったのが非常に残念だ、思います。そして、我々のサッカーを期待していい方々に喜んでもらえる結果が出せなくて非常、残念に思いますと、森保監督は、試合後に語、選手たちの試合に向けての努力、このオリンピックに向けての努力は1ミリたりとも疑うあまりはないくらい頑張ってくれたので、本当によ、やってくれた。頑張ってくれたと言葉をかけ、したと、森保監督。だが、それでもメダルに届か、勝ったという結果については、成長しなければならないということだと思います。この悔しいを糧に、また彼らには成長してほしいと思い、スト選手たちのさらなる前進を願っている。